保守バプテスト同盟は、宮城県仙台市青葉区に本部を置く、米国系バプテスト派に分類される、日本の団体。ただし、他の諸派団体と違い中央組織、監督制ではなく、加盟協会は、独立自治である、プロテスタントの伝統的な進学を支持する、米国の保守バプテスト外国伝道協会の、宣教師によって、第二次世界大戦後、 日本で開拓が始められ、1964年に同盟が設立された。2010年8月現在、東北、関東及び長崎の80数カ所に、教会、伝道所及びキャンプ場施設等を持っている。ただし、バプテストの歴史において、各教会は、会員が自ら運営をしている。また、信教の自由、良心の自由を重視され、 聖書を根拠とする信仰と各教会ゆとりのある雰囲気が特徴。なお、保守とは伝統的な教理とバプテスト派の特徴を指すもので原理主義ではない。団体としては日本福音同盟には加盟していないが、信仰的には同じ立場を取る。なお、団体の中の水教会が保守バプテスト諸教会グループという名前で日本福音同盟に加盟していたが、 現在は保守バプティスト同盟として加盟している。ありがとうございます。